40年代、巨人は無敵の V9 時代を築き上げた。ここ一番、大事な試合で登板するのがエースの証だと確信する堀内は、9連覇の要では目の覚めるようなピッチングを披露した。時には手抜きと酷評されることがあっても決める時は決める。栄光の真っ只中のマウンドこそ堀内の求める場所であった。どっかでこう、あ、ピッチングというのはこういうもんだなって、こうその極意っていうんですかね、極意っていうと大げさですが、そういうのにこう触るような時っていうのはありましたですか？いや、ほとんどなかったんじゃないですかね。あるとすれば7年目ですかね、47年ぐらいに、はい、これかなっていうのは見えましたけどね。あの年は26勝ですよね。はい、26勝しましたね。グッズに勝ったっていう感じですよね、26っていうとね。でもボールはね、そんなに球が速くなったとかね、はい、カーブが曲がるようになった、すごく曲がるようになったとか、チェンジアップがすごく良くなったとか、はいはい、っていうことはないんですよね。ただそのボール自体じゃなくて、その年にね、何か、まあ、キャンプでやってる時に、はい、その何て言うんですかね、ラインみたいなのが見える時あるんですよね。ライン、自分のあの右指のこの先から、はい、キャッチャーの森さんのアウトコースの低めに2本のラインみたいなやつが見えるんですよ。でそこにボールをフッと置いてやるような感じで投げるとアウトコースの低めにスーッと、そのラインに乗ってボールがスパーンと収まるんですか？はい、そこに行くような感じがするんですよね。ほー、このあの年で急に26勝つんですよね。まあ、後にも先にもあれだけしかないんですけどね。それ技術的なことじゃなくてメンタルなもんでしょうね、当然ね。だと思いますね。まあ理由はあるんですけどね、この年にだけ一生懸命野球やったというふうな理由はあるんですけどね。その年だけ一生懸命やった、まあその時だけっていうわけじゃないんですけど、まあ、常に一生懸命はやってるんでしょうけど、その一生懸命さっていうんですかね、その度合いが違ったって。その年はなぜそんなに、あれはね、ちょうど47年の2月ですかね、はい、親父が癌だって宣告されたんですよ。でもう1年しか持たないんじゃないかって、よく持って1年、はい、持たなければ半年ぐらいでという、あれでやりましたんでね、言われましたんで、これはなんとかいい思いをさせなきゃいけないと、はい、何が一番いいんだろう、それはもうやっぱり勝ち星だろうと、はい、1回もそのできない20勝っていうものにね、なんとかその到達しようと。その前にも20勝近くまで行ってるんですよ、ね、そうですね。だけど勝てないんです、もう一つがね。ブランクがあるでしょ、その前までは。堀内さん、例えば13勝したと、そうすると1ヶ月ぐらい勝てなくて、14勝目が1ヶ月後ぐらいに来ると、そういうケースすごく多かったでしょ。そうだから遊んでたんでしょうね、その間ね。その間っていうか、夏休み取ってたんですよね。そういうことありましたんでね、なんとかこれをまず勝ち星でいこうと、でやりましたね。ただそれが見えてきた、キャンプの終わり頃見えてきたんですね。だから困った時は右のバッターの一番遠いところに投げれるピッチャーになりましたからね。だから大したもんですよ。だからその年の最高殊勲選手ってのは僕だったんですね、はい、それがもう毎年応援の交代交代でしょ。それが僕だけですよ、あの40年代で取れたのはね、はい、でその勢いで日本シリーズも勝っちゃったんですよ。で日本シリーズの最高殊勲選手もあったんですね、はい、だから取れなかったタイトルってのは防御率だけなんですよ。あとは全部取りましたから、ほとんど総なめですね。そうです。だからもうそういう面ではいい思いさせたんじゃないですか、親父は。なんで47年の次の48年はラインが消えちゃったんですかね。だか結局ね、旅行なんかありましてね、あ、はい、最高殊勲選手になると、はい、その旅行がまた楽しかったんですわでまたね、楽しく行ってきちゃうとね、そういう遊びのあるやつってのはね、掴みかけた時には、それにこう練習ずっと今みたいにしてればいいんですけどね、はい、もう旅行に行っていい調子で帰ってきちゃったでしょ、で帰ってきたのが1月の13日なんですよ。ただもう親父既得ですよね、はい、で親父が亡くなって葬式したりなんだかんだしてるうちにキャンプに入っちゃったんです。それで今年もまた見えるだろうと思って甘い考えで行ったらもう見えないんですわ。それからいくら引き戻そうと思ってももう一回消えたラインはもう二度と見えない、こう映像の中には頭の中には残るんですけどね、でもはっきりは見えないんですよ、もうね。また元の堀内に戻ったという、あれが分かってればもっといいピッチャーになったでしょうね、見えてたら。
V9 を支えたエースの誇りを胸に、記録には無頓着だった男も200勝には執念を燃やした。往年の肩の衰えた堀内は最後の目標を持ってマウンドに上がった。目的のある時の堀内は心身ともに充実する。球史に名を残したい、その一年で踏ん張ったシーズンであった。堀内は200勝を飾ってユニフォームを脱ぐ決意を固めていたが、しかし、まあ、富士さんに呼ばれたんですね、そらね、こういうこと言いましたよ。堀内ね、若い選手だけじゃ勝てないと、ベテランの力も必要なんだ、お前手伝ってくれないかって言うんですね。ということは、まだ投げろと、投げてこうチームに現役でやってくれと、はい、ということだったんですよ。で、まあ、恩返しのつもりもありましたんでね、あ、いいです、じゃあ、やらせていただきますと、って言ったら、じゃあ堀内をピッチングコーチの肩書きをつけると、で、まあ、ピッチングコーチももう一人いましたけども、はい、ピッチングコーチの肩書きをつけて、プレイング、そうです、プレイングコーチという形を取ったんですよ、で、やったんですよ、やったけれども3年間、はい、敗戦処理だったですね。使ったのは辛かったでしょ。いや、辛かったっていうか、人間ってのはね、何かこう見返りがないとやらないもんですね。で、その自分はプロ野球の巨人の中でいいとこだけをこう歩いてきた、表面だけ歩いてきたと、その下の部分っていうのも分かんないと、これから人を教えたり、その指導していくためには、そういう下の部分も勉強しなきゃいけないんだと思って、あえて飛び込んだんです。飛び込んでたんですけれども、やっぱり自分の野球人生、現役18年って言いますけども、やっぱりあとの3年間は僕の中では汚点でしょうね、やるべきじゃなかったと思います、今から考えると。はい、まあ、それで3つ勝って203勝にはなりましたけれどもね、はい、もうあれはやるべきじゃなかったですね。はい、辛かったっていうよりか、そういうそのなんていうんですかね、花のある人間っていうかな、ある程度花を咲かした人間はその後ろを見せちゃいけませんね、はい、裏のそのドロドロした部分っていうのを仲間に見せちゃいけない、そんなわだかまりも吹っ飛んだと語る引退試合は華やかなものとなった。ジャイアンツのエースとして投げ続けた18年の思いを胸に、堀内はリリーフカーを断り、マウンドまで歩いた。あれはね、結局リリーフカーに乗らなかったっていうのは、この最後の男の花道だとね、あの役者が、あのこう、はい、歌舞伎役者がわーっと花道出てくるでしょ、あの状態を僕は作ってたんですよ、自分で。断ったんですか。あそこで本当はこう単価を切ってね、はい、出ていきたいぐらいの、その男冥利に尽きるっていうんですかね、はい、そういう状態で僕は出ていきたかったんです。で、これが皆さん堀内がお見せする最後のピッチングですと、いうことを言って出ていきたかった。だからあれ使わなかったんですよ。どうでしたか、あそこ一歩一歩。いや、長かったですね、久しぶりに出ていくとマウンドまでが。途中でちょっと小走りになりませんでしたか。途中からね、いや、恥ずかしいんですやっぱり、で、これで打たれたらどうしようかなと思いましてね、力がある時じゃね、はい、その向こう見栄を切ってね、行くっていう感じするんでしょうけど、はい、もう力もなくなってきてますんでね、これで最後だ、もうこれで、ほとんどもう投げることはないだろうと、いうことでもってね、感無量なものがありましたよ、やっぱり走行の時に歩いていく時には、今までやってきたトータル18年間の後ろの3年も含めて、はあ、やっぱり俺良かった、巨人のユニフォーム着てて、もう全部いろんな嫌なことなんか消えちゃうもんなんでしょうね、その瞬間は。その瞬間はね、だってあれダブルヘッダーだったんです確か、はい、ダブルヘッダーじゃなかったかな、確かね、お客さんバラバラだったんです最初、で、今日堀内が投げるったら前になってくれたんですね、はいはい、あれを見て、ああ巨人で良かったなと思いましたね、でテレビ中継もしてもらいましたし、ね、はい、あれ急遽多分番組が決まったんですよ、作ったんですよね、だからね、そういう面では幸せだったなと思いましたね。ということは菅沼さんは最後の最後まで自分の思ってきたことを描き切りましたね。もう一つあるでしょうね。もう一つありますか。もう一度ユニフォーム着なきゃいけないと思ってるんじゃないですかね。それで集大成じゃないですかね、親父さんはね、思ってたのね、菅沼さんはね、日本全国のファンのために俺は堀内をプロ野球界に送り出してみんなに見せてやるんだと、あの人はそれ一途に、堀さんと年齢の差はあっても
一心同体で来たみたいなもんでますもんね。そうですね。ですからもう一回やっぱり日本行きたいと言われるでしょうな。俺の夢が叶ってないって言って。